パーマに対して悩んでる人がかなり多くて、こういう毛束欲しいなとか書いてイメージすることが多い。美容業界に還元していくのがやりたいことだなと。だいたい駅着いて、一番見るのが、ここの大きいバーっていう広告があって、出て広告が結構、なんか今を象徴する大きい写真だったりとか、まあ、アイドルさんとかが結構出てて、それをまず見るっていうのと、たまたま今、そろそろデート再開しませんかっていう広告があるんですけど、あそこ結構、なんか目に留まるフレーズが、こうバッと流れることが多いんで、結構そこのフレーズだったりとかは一番見ますから。で、大体なんかアイディアとか、まあ今日は探そうっていう時はもうあそこの本屋さんに行って、とりあえずもう本読み漁ります。まあ今をときめくアーティストさんの、まあ写真の撮り方だったりとか、まあ構図だったりとか、そういうのは結構勉強しますね。でなんかこう自分で調べることもあるんですけど、自分で調べるとまあ大体今の SNS ってかなり発達してるんで、自分好みのやつがどんどん出てくるんで、なんか自分好みに偏っちゃうなっていうのがあって、まあ、そんな中でこう渋谷の街っていうのは結構こう自分の好みじゃないものとかもどんどんこう写真として見れるので、まあ、それは結構、まあ、渋谷で働いてる特権というか、情報が吸収できる、まあ、いいスポットなのかなとも思いますね。おお、あのニヤニヤしてる、撮ってください。なんかニヤニヤしてるんで。おはよう。僕が今やるべきことをなんとなくこうページに出してて、壁紙に美容師としてこのぐらいやって、で新店の立ち上げもあって、あとオンラインサロンとパーマ剤作ってるので、大体そこに対して比重を置いてて、でこの一個一個に対して今日やることを、まあプレイヤーとしては今日やること何があるかなとか、まあ、新店舗の立ち上げに対して今日やっとかなきゃいけないこと何かなっていうのを思い出しながらこっちにメモするっていう感じですね。香水は、ルラボっていうブランドの、今はアナザーですね。たまに買えます。なんか秋が来たら買えるって感じですね。もうだいたい3プッシュぐらい。今5月です。3月ですよ、2ヶ月前。なんかスタイリストになって、なんかこう改めてお客様の前で、まあ別に何かを演じてるわけじゃないんですけど、なんかちょっとこうスイッチを切り替える、なんか普段の自分っていうものから、まあ一美容師としての自分に切り替えるっていう意味で、それが僕はたまたまこう香水つけて、まあ、自分ももちろんつけたら香るんで、まあ、それで、まあ、ちょっとこうまとうじゃないですけど、まとった上でステージに立つっていうのがなんかいいスイッチになったんで、それを続けてるっていう感じですね。最近何してんの？最近バイトいっぱいしてますね。バイトいっぱいしてるの？僕今こう美容師として、なんかこう、まあ、メンズパーマっていうもので、まあ、世の中に認知していただこうかなと思ってこう結構営業してるし、作品とかもそれに合わせて作ってるんですけど、まあ、それプラス今こうゴールドとしてオンラインサロンをやっていて、まあ、これは美容師様に向けたこう技術の提案だったりとか、まあ、考え方とか、まあ、そういうのをこうアウトプットしていく場所なんですけど、まあ、それのメインも僕が担っていて、まあ、プラスこうパーマ剤を作ったりとか、でそういうのも
まああんまりこう普通と言ったらあれですけど、まあ今までの美容師ではやってなかったようなことに結構広く取り組んでますし、まあそういう意識でやってるんですけど、まあ結局こうお客様がいて、まあ僕たちがいるっていうのがあって、でこうお客様のためにやろうと思ったことが、まあそれに派生していったっていうだけで、お客様でパーマに対して悩んでる人がかなり多くて、例えばカラーだったら、じゃあ次どんな色にしようかなと思って美容室に行くと思うんですけど、パーマってあ失敗しないかなとか、かけて大丈夫かなみたいなのが最初に来る、まあ、僕がスタイリストになった時はそれが最初に来るような時代だったんで、まあ、そこの不安っていうのをまず取り除くために、まあ、僕がこうパーマうまいっていうのはもちろん前提として、まあ、結局僕は一人しかいなくて、まあ、僕の予約がこう、まあ、ありがたいことに、ね、埋まってきた中で、まあ、じゃあ来れない人もいるし、東京に働いている僕のところまで足を運べない人もいますし、まあ、そういった人たちを、まあ、放っておけないっていうとして僕がおこがましいですけど、そのためにやっぱこうオンラインサロンはまず技術をこう全国に広めていくっていうので、まあ、全国どこに行っても、まあ、同じとは言わなくても同じ考え方を持った美容師様が増えれば、まあ、パーマに対してこう不安になるお客様が少なくなるかなっていうのと、まあ、この今の時代結構オンラインサロンやってる方とか、まあ、かなり増えてきて、自分の技術をアウトプットするっていうのが、まあ、結構違和感なくこう進んでいってる中で、まあ、技術を広めていくっていうことに対して、まあ、価値があるなと感じてきたので、まあ、そこに対して動いてるっていう感じですね。でそれが結果的に自分のお客様だけじゃなくて、まあ、世の中の、まあ、ファーマーに対して不安を持ってる、お客様に対して貢献できるかなって思ったのが、まあ、このいろんなことをやっているきっかけではあります。動くのか。なるほどね。スタッフの間でも結構飛び交うんですけど、なんか拓也さんって仏さんだよねみたいな、もうめちゃくちゃ心広くて優しい大先輩です。そうですね、優しいのに技術に対してのこだわりがやばい、すごいですね。そこのギャップがまた確かにすごいですよね。去年の12月に完成したんですけど、このパーマ剤が、まあ、自分でこう作って、まあ、なんで作ったかっていうと、だから僕今までこう、まあ、もちろんメンズパーマっていうものに、まあ、特化してというか、まあ、好きで、まあ、こだわってたら、まあ、それでお客様がこう来てくれて、まあ、自然とそういう風になったんですけど、だからその時は、まあ、正直いろんなメーカーさんのパーマ剤を使ってて、で使うし、そのダメージだったらこれとこれにしてみたいなのをずっとやってきて、まあ、セミナーの依頼とかこう技術を教える時にどうしても教えきれない部分があって、僕5種類使ってるんですよっていきなり言って、おおすごいってなるかもしれないですけど、じゃあ明日からやろうって思う人は多分 1% ぐらいしかいないかなっていうのがあって、で僕自身がこう自分のお客様がこう予約でいっぱいになってくださってる時に、まあ、全国にこうパーマかけたいっていう男性がいる中で、まあ、その地方地方でクオリティの高いパーマーが提供できる状況になったら方がいいなと思った一つがパーマ剤を作るっていうことで、まあ、今2種類あるんですけど、その2種類で完結できるように、まあ、作って、まあ、これを広めればパーマのダメージとかクオリティを、まあ、成分とか薬剤としては上げられるなっていうのがあって、まあ、作ったっていう感じですね。